ソウル DMC ランドマークビルディング、別名サンアム DMC ランドマークタワー、ソウルライトあるいはライトタワーは、大韓民国ソウル特別シアサウラ城岩地区の DMC に建築予定であった、多目的ビルである。2009年10月16日に着工し、2015年5月に観光の予定であった。計画の過程では、LG 電子をはじめとする LG グループが関心を示し、 このビルにグループ企業を集め LG タウンとする構想もあった。しかし不動産市況の悪化から事業者のソウルライトタワーはソウル市当局との間で事業計画変更や土地使用料金未払いなどのトラブルを起こし2012年6月1日にソウル市がビル用地の売買契約を解除するなど計画は暗礁に乗り上げ中止を余儀なくされた。 当初は高さ690メートルのツインタワーとして設計された。楕円形のビルで中空構造としているため地面と最上層の気圧差を利用した自然換気と風力発電を可能としている。また太陽光と地熱を利用した発電設備も設置する予定であった。最上階の133階は展望台で B1 から8階には百貨店、 ショッピングモール、コンベンションセンター、水族館、デジタルメディアホール、9から45階は、オフィス、46から84階はマンション、85から130階は、ホテル、131、132階は、メディアアートセンターが入る予定であった。設計は、アメリカ合衆国の建築設計事務所、スキットモア・オーイングズ・メギルとサモー、構造設計はソンによる。 建設工事は、韓国の技術と資本で行われ、総事業費3兆3263億ウォン以上。アラブ首長国連邦、ドバイのブルジュドバイに続き、世界で2番目に高いビルになる見通しだった。先頭の100メートルを含めた、高さは640メートル、地下9階、地上133階建てである。順調に行けば、韓国で一番高い建築物となる予定であった。 ありがとうございます。